箱書きを見ますと、山中製空物写し平夏目、表千家十三代即中祭の左という文字がありますね。そうすると二打ち縄、はい、ありますね。ここに即中祭の角という字を変形させた顔がありますね。空物写し平夏目ということですが、駒夏目、金馬夏目などと言われる夏目の一種だと思います。傷はないようですね。こちらの購入原価は 31,120 円です。3万円超えちゃってますけどね。29,000 円超えると本格オークションで、4万円で落札された場合、私の手取りは 29,000 円になるので、そこがね、買いどころのラインになってるんですが、ちょっと超えちゃってますね。なのでこれは 45,000 で落札されないと、私は赤字を出してしまうっていうことになってしまいますね。ギリギリでしょうね、これはね。4万円までは行くと思うんですが、そこで一声あるか二声あったらね、相当嬉しいですけど、状態がいいんでね、もしかしたら行ってくれるかもしれません。それじゃあ頑張ってきてね、行ってらっしゃい。箱書き読みますと、記事、丸交互、左、表千家十三代即中祭の書き付けです。そして左側、指物師理祭、千家十色、指物師駒沢理祭の友箱作品です。こういうような箱書きにある通り、記事をね、残したような交互です。はい、お約束通り、蓋の内側に即中祭の顔がありますね。理祭の刻印などはありません。ここにね、筋が入ってますけども、これは年輪とは違うね、木の芽ですね。木芽といえば木芽ですけどね。年輪はこういう風に入ってます。こちらの購入原価は 14,801 円です。安いと思いますけどね、3万円で売れればプラスが出る計算になりますが、相当安く買ってるにもかかわらず、これで必ずプラスが出るぞという、そういう気持ちには慣れておりません。やはりね、買う人が減っているっていうことですね。それでも3万5万の評価額いただければね、出品しようと思っております。それじゃあ頑張ってきてね、いってらっしゃい。イラホ写し茶碗、表千家十三代即中祭の書き付けになります。イラホ茶碗ということですが、イラホって何だろうと思いませんか？イラホというのは、いまいち来歴がはっきりしてない言葉なんですね。地名でもありませんし、一説にはイラホ茶碗のアバタのイライラとした肌合い、そういう雰囲気から来てるんじゃないかという説があるんですけどね。井戸茶碗の井戸というのもいまいち諸説があってね、定まったりしないんですけども、イラホもね、それと同じように名前の由来がはっきりとしないようですね。茶碗ですが古いものではありません。写し物ですからね。お茶を飲むのにはとてもね、わんなりとして良さそうな感じがします。こちらの箱は作家のね、記名などない箱ですので、即中祭箱ということになりますね。そして購入原価は 20,097 円です。まあ安いでしょうかね。ただ評価額は3万5万だと思いますので、最悪2万円で1票みたいなこともありますからね、ちょっと油断はできませんけども、成り行きでなければね、出品しようと思っております。それじゃあ頑張ってきてね、いってらっしゃい。打ち張り一貫、有馬製、空物写し、担当大将。そして表千家十三代即中祭の顔があります。こちらが小ですね。こちらが大の担当です。打ち張り一貫と、ここにね、書いてあります。一貫は引き一貫で良いと思います。一休一貫というね、作家もいますけども、まあ、千家十色の引き一貫で良いでしょう。こちらの購入原価は 18,301 円です。
実際に使う人がね、この値段で買えたらものすごく安いなと喜ぶんでしょうけども、私みたいにね、本格オークションに送って利益を出そうと思っているものにしてみると、結構ね、割れなんかがね、ここもね、はっきりした割れがあるんですけども、こちらには虫食いもあるしね、なんか利益は出なそうな、そんな気持ちになってますね、今は。3万5万評価額つけてもらえればいいですけどね。成り行きスタートでしか出せないって言われたら、やはり引っ込めるしかないんですかね。引っ込めても、ヤフオクに戻して売るのも手間ですからね。結構頭が痛いですけどね。まずはね、本格オークションに送って評価額を聞いてみたいところです。それじゃあ、いってらっしゃい。立礼棚、好み、即仲祭、表千家13代即仲祭の書き付けです。こちらの品は作者の友箱の名がありませんので、即仲祭箱というスタイルになります。書き付け立礼棚となっておりますが、通常結界などと呼ばれるお道具ではないでしょうかね。立礼の茶事で、それぞれの流儀で、それぞれのお道具があり、それぞれの使い方があるようですので、表千家では、このお道具のことも、立礼棚と呼ぶんだと思われます。箱の方には、即仲祭と漢字で書いてありますので、品物の方に顔がなければなりません。その辺を近づいて見てみたいと思います。こちらにね、霧の方と、紙の金箔細工のね、結界とがあります。両方に即仲祭の顔があります。痛みはあるんですが、まあ、特別悪い状態ということはないですし、特別良いっていう感じでもないですけどね。結界が本格オークションで高く売れてるんですよね。それで私もこれを頑張って買ってみました。こちらの購入原価は 65,985円です。ちょっと高いかなと思いましたけども、熱くなって必ず落としてやろうなんて思って買ってしまいました。高いかと思いましたが、まあ、ギリギリのところで入手することができました。相場がいくらあるかっていうはっきりした数字はないんですけどね、そこそこ期待しております。それじゃあ頑張ってきてね、いってらっしゃい。